令和5年6月5日月曜日9時から、受付しておりますマンデークレイジーナイトレース開始いたします。よろしくお願いいたします。月曜夜9時から夜更かしのマンデークレイジーナイトレース、本日はご参加10代エントリーです。ありがとうございます。はい、では予選第1ラウンド A グループご準備ください。出走ドライバーは玉岡選手、小西選手、細田選手、上田選手。C グループの方、コースマーシャルお願いいたします。 C グループの方、コースマーシャルお願いいたします。はい、では A グループの方、ウォーミングアップランどうぞ。はい、マンデークレイジーナイトレースは一風変わったレース方式で楽しんでいただいております。予選走行は2分間周回レースを2回行いまして、各ラウンドごとに、集計しポイントを割り込みます。2ラウンドのポイント合計したものが予選総合結果となります。かつ、各組走行はスタッガースタート方式といいまして、各社スタートゴールのタイミングは違います。純粋な2分間のタイムアタックが予選走行となります。もうウォーミングアップランいらんでしょうよ。さっきまで散々走ってたやから。そして A マンデークレイジーナイトレースはプラモボディとかでも出てる方も結構おられます。はい、では1番の方からエントリーどうぞ。1番玉岡選手、2番小西選手、3番細田選手、4番上田選手、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド A グループ3分間数、2分間周回レーススタートです。3番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ、各社まずアウトオブラップ、この周回は計測には含まれません。最終コーナーの計測ラインを通過してから各社2分間のタイムアタックとなります。さあ、4台2分間のタイムアタックに入っていく。さあ、 A グループ現在トップタイマー、トップペース、細田選手、上田選手、玉木選手、小西選手の序盤のレーシングペース。時計の方は残り1分15秒かしら。あーっと、クラッシュあった。さあ、持ち時間はあと1分20秒というところでしょうか。さあ、クラッシュがあって、これでトップは上田トップ、2番手玉吉、3番手細田、4番手小西。さあ、スタッガースタート方式の方法はバトルではありますね。各社スタートタイミング、ゴールタイミングが違いますので、後ろから車が来たらさっさと行かせたらおかしいですね。残り30秒。さあ、時計のは残り30秒、各社持ち時間あと45秒です。あと45秒持ち時間。さあ、ここで8周目、9周目に入っていく各社。お、トップペースは上田。さあ、 D の、おっと、さあ、クラッシュ。さあ、これでトップおそらく玉吉。さあ、クラッシュがあった。残りは2秒、時計はここで2分経過、各社持ち時間あと15秒、あと2周というところ。さあ、これでトップは FC3S 玉吉。さあ、白い彗星がトップ走行だ。さあ、2番手、1番
ゴール。玉吉ゴールですね、玉吉ゴール。おっと、あと1秒。ゴール。あー、細田ゴール。ゴール。まだですよ。はい、電車ゴールです。あれ、最終逆転があった模様。すごいね。トップゴールは上田選手、11ラップ2分00.01。あとコンマ01秒で12ラップ入ってました。まあ、上田、細田、玉吉が 0.9 秒の間にいますね。3台がね、1秒も距離があります。はい、お疲れ様でした。続きまして B グループ予選第1ラウンドご準備ください。出走ドライバーは蓮選手、屋敷選手、徳岡選手。はい、ウォーミングアップランよろしいですか。では1番の方からエントリーどうぞ。1番蓮選手、2番屋敷選手、3番徳岡選手。1番蓮カリー、2番蓮カリー、3番蓮カリー。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイツレース予選第1ラウンド B グループ2分間走行スタートいたします。3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ各社、まずはアウトオブラップ B グループ3台走行です。計測ラインを通過してからの2分間のタイムアタック。さあこれで各社走行に入りました。1周目どういったタイムペースが出るんでしょうか。あっとっと、さあ速攻か、ちょっとタイムロス、出発から落ち着いて、ここから切り替えていきましょう。敵は自分ですよ。流行る心をいかに抑えて淡々と、まあ、ミスったらいろいろメンタルにはきますが、恥ずかしいとか早く戻らなあかんとか、そんなことは一切考えずに、マシンのようにただただ丁寧に車を走らせるだけ、それがコツです。さあ3台走行、トップペースは蓮選手がいいペースを見せているか。さあちょっとここがミスがついているか落ち着いていきましょう。さあ蓮が現在ストレートから1コーナー、小学生ドライバー蓮選手。屋敷選手はペース的にはどうだ。さあ蓮屋敷は1.5 秒差、僅差ですね。残り30秒。さあ残り時間は30秒を時計させている。各社持ち時間残り45秒ですね。残り45秒。さあ最後の粘り、トップ連、おっとっと、ちょっとミスがついたか。さあ屋敷逆転のチャンスだ。どうだ、トップ連2番手屋敷、3番手徳岡。さあ蓮屋敷は1秒差。おっとっと、さあクラッシュが続いている。さあ落ち着いて、落ち着いて。さああと2周、各車あと2周。さあ屋敷ゴール、屋敷ゴール。お、蓮これ12ラップ入った。おお、さあ蓮選手1組2組通して唯一12ラップマークしております。2分93秒ゴールさあ暫定トップタイムは蓮選手が12ラップをマークしております。はい、続きまして C グループの方ご準備ください。出走ドライバーは小久保選手、八木選手、石川選手。
はい、いいですか。ではエントリーどうぞ。1番小久保選手、2番八木選手、3番石川選手。1番電化リー、2番電化リー、3番電化リー。はい、スタートしましたらありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド C グループ2分間スタートいたします。さあ、落ち着いたもん勝ちですよ。まもなくスタートです。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート。そう、いいですね。まずアウトブラッパー各社丁寧に返ってきた。さあ、2分間、とにかく壁に当たらないイライラ棒やと思ってください。お、いいですね。さあ、3台とも集中力がみなぎっている。さあ、落ち着いて。さあ、時計の方は間もなく残り1分というところ。落ち着いて、落ち着いて。ひたすら丁寧に。残り60秒。さあ、いいですね。さあ、各社丁寧に。おっとっと、一応引っかかった。落ち着いて。ミスした後気持ち切り替えてね。もうね、ミスった後はね、あ、もうゆっくり行こうと思ってる。ゆっくりね。いや、もう当たったし、ゆっくり行こうと思ってました。ミスった後に、ああ、どうしよう、早く行かな、走らな、戻らなって思った瞬間、連続でミスっていく。当たった瞬間、ああ、もう当たったし、はい、落ち着いて、ゆっくりね、ゆっくり。この実況が楽しくなりました。何も言わんでミスで勝てるやん、別に。さあ、各社持ち時間あと、持ち時間あと30秒ですね。いや、あと40秒かな。あ、あと20秒。さあ、最後の集中。タイムアップ。2分間集中するだけでも、今んとこ無理ゲーですね。今んとこ無理ゲーやで。おっと、やってしまった。さあ、国宝最終局面。これは痛い。あと、徳岡さんが喜んでた。国宝が刺さって。はい、ディーチャーこれでーす。あー、国宝だ、国宝さん。あ、それでもディーチャーパー入りましたよ。ギリギリの2分11秒73。はーい、予選第1ラウンド終了しまして、ポイントが出まーす。予選です。タイムと。はい、ポイント割り振り、第1ラウンド出ております。では電池交換ありませんので、続きまして予選第2ラウンド参ります。レーントップポイントで第1ラウンド。なんて言われたっけ、さっき。このクソ小学生ドライバーがって言われてたっけ。そんなひどくなかったっけ。あ、そんなひどなかったっけ。負けた腹いせにひどいこと言われてへんかった。あ、そこまでは言ってなかった。はい、 A グループご準備ください。この腐れ小学生ドライバーが出てた。はい、もう冗談ですからね。小学生ってのも冗談なんで。はい、ウォーミングアップラン好きなだけどうぞ。はい、はい、ピットロード待機です。ピットロードに待機ですね。
はい、いいですか。では1番の方からエントリーどうぞ。1番玉岡選手、2番小西選手、3番細田選手、4番上田選手。1番エンカリー、2番エンカリー、3番エンカリー、4番エンカリー、はい、よろしいですか。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド A グループ2分間走行スタートです。あ、コニーさんしんどそうやったらあのオープニングラップで下がってもでも結構ですね。はい、はい、適当にどうぞ。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。大丈夫です、この週は全然大丈夫、まだあるけど大丈夫。大体一応ね、あれ3秒差なんで。おっと転倒さっきの振りが完璧すぎて、ある意味天才ですね、笑いの神が降りてましたね。さあ出発からお笑いモードを終えて、さあ集中モード。さあ各社いいペースで周回を重ねております。さあ現在トップペースは細田選手か、残り60秒、細田、小西、上田、玉木城順、でも非常に僅差各社。さあいいですね、いいですね。さあ各社持ち時間あと1分です、あと1分、半分が経過いたしました。2分間走行、さあ依然トップペースは細田、さあ上田、玉吉はどうだ、上田、玉吉、ここは非常に近い、4番手に小西、いや、おっとっと、さあ落ち着いて、さあ各社持ち時間あと30秒というところ、あと25秒ですね。タイムアップ、さああと1周半、さあファイナルラップ、1番、ゴール、4番、ゴール。あ、ゴールね。玉吉上田ゴール。玉吉上田ゴール。さあ、細田が12ラップ入ったか。2番、ゴールの。3番、はい、停車ゴール。トップラを、細田選手。12ラップ2分12秒。さあ、12ラップをマークしました。上田さん、さっきなんか引っかかってました、特にスタートのとこか、1周目に13秒、ちょっと引っかかりましたね、ちょっと引っかかった、軽く、ちょっとなんかそれがちょっとおかしい気がする、そうやね、おかしい気がするね、うん、んどういうことや、そこまではyou
はい、失礼お待たせしました。では1番の方からやっとりどうぞ。1番レン選手、2番ヤスキ選手、3番1番デンカリー、2番デンカリー、3番デンカリー。はい、よろしいですか。では参りたいと思います。ちょっとお待ちください。なんか細かいね、はい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド B グループ2分間走行スタートいたします。スタート、3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ予選第2ラウンド B グループ、アウトオブラックから2分間のタイムアップタック3車入っていきます。さあ1周目どういったペースが出るか、各社。さあ現在レン選手がおレストラック11.5、うん、ぼちぼちという感じですね。さあトップ走行はレン選手、小学生ドライバー、現在最終コーナーからストレート、白地に赤青の模様の入ったマシン、ホイール前後赤に塗装されております。2番手走行はゴールドのマクラーレン、ヤスキ選手。残り60秒。さあ残りは1分、残り1分。おっ、効果のペースが上がってきている。さあトップはレン、2位バトルが激しい。ヤスキと効果ほぼ同一ペース、わほんま5秒差。さあ B グループ各社流れる展開、持ち時間残り45秒。さあ最後の集中、おっとっと、さあ屋敷ちょいミス出た。これで走行が迫ってきている。さあトップレンが、あっと、さあ同じ速攻。さあ残り10秒残る、各社持ち時間あと30秒、25秒というところ。タイムアップ。さあまだまだあと2周。うまいですね、お互いうまい。さあラストラップとなるか。3番ゴール、ゴール、回転車ゴールです。速報が連戦中、第2ラウンドも12ラップマークしました。2分10秒39来てんね、いいね。さあそれでは C グループの方ご準備ください。出走ドライバーは小久保選手、八木選手、石川選手。さあマンデークレディナイトレース予選ラウンドも佳境に入ってまいりました。さあ面がいいですね、これはもうほぼトップポイント確定ですね。いいですか。はい、ではエントリーどうぞ。1番小久保選手、2番八木選手、3番石川選手。1番デンカリー、2番デンカリー、3番デンカリー。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ファンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド C グループ2分間まもなくスタートです。
タート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、各社まずアウトブラップです。この周回は計測を含まれません。落ち着いていきましょうね。さあ、上達目覚ましいライバル対決、石川八木。もうでも10ラップ走ってますから、まあまあレース慣れてるメンツよりも1ラップしか落ちてませんよ。あとはいかにまとめられるか、大きなタイムロスがないかが重要です。あ、マシントラブル、左か外れが、左タイヤ外れてそうやね。マーシャルちょっと回収してあげてください。あの、他の人見えへんから、前はあの、とりあえず一旦下げて、下がって他の人見えへんから、あの、後ろから渡してあげて。残り60秒。さあ、マシントラブル。とにかくあのドライバーに後ろから渡してください。他の走ってる人がかわいそう。さあ、これで小久保石川が2台走行、八木がマシントラブルでピットイン。ボディ外れてません、前。大丈夫。残り30秒。外れてない。テープかな。さあ、時計の方は残り10秒。残り10秒。まあまあ、あの、決勝までインターバルもありますんで、ちょっと見ますね。タイムアップ。さあ、時計はタイムアップ。ホールがあるが、各社持ち時間、あとラストラップか、国語ラストラップ。おっとっとさ、石川タイムロスが大きいが、まあでもあれか、ライバルのヤギが今消えてるから、あと落ち着いて帰ってくるだけ。さあ、国語ゴール、国語ゴール。さあ、まだですよ、レース続行中、ドライバー動かないでくださいね。はい、お疲れ様でした。トップゴーラー、国語選手、11ラップ2分5秒1、お、なかなか完食しました。さあ、予選結果確定です。本日は10台エントリーなんで5台ずつね、いい感じですね。はい、では、インターバル5分間です。マンデークレイジーナイトレース、続きまして決勝レースへ参ります。A グループご準備ください。出走ドライバーは屋敷選手、徳岡選手、国保選手、石川選手、八木選手。予選順で操縦台を選びください。え、まだいてへんの？みんなめっちゃ変な空気になってたやん。誰やねんってなってたやん。はい、1番ですね。はい、続いて徳岡選手。電池が探して、それは無理や。落ち着いて、とりあえず場所決めといてもらったら。はい、次、国宝さん。はい、次、石川さん。操縦台はやるけど、まあまあ、あの、急ぎはしませんし、屋敷さんの電池が一本ないから。さっき今、かけた言うて、打ったはったよね。
ん中満充電にした電池が1本だけ引き出しの中にあっためっちゃミラクル。あ、ウォーミングアップラン発射してくださいね。お好きなだけどうぞ。1番電カリ、2番電カリ。3番電カリ。1番電カリ、4番電カリ、2番電カリ。3番電カリ。5番電カリ、2番電カリ。3番電カリ。5番電カリ。いいですか。はい、ではスターティングリッドにお付きください。3番グリッドからですね。3番グリッド屋敷選手、4番グリッド徳岡選手、5番グリッド国宝選手、6番グリッド石川選手、7番グリッド八木選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。まあ、3分間ラウンドはね、そのまま行きましょうかね。はい、スターティングマッシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。しました。なんでクレイジーマッチ、あっさあ大きなクラッシュ。さあモンドリ打ったが前者一応こけてはいない。さあなんとか戻って、トップは屋敷、2番手ヤギ、おいいですね、3番手国母、4番手おっとクラッシュがあった。さあこれで国母徳岡クラッシュしている。さあ屋敷がトップ、淡々と逃げる。2位コワオ、2位ヤギ、3位石川、4位国防、5位徳岡のレースオーダー。さあ序盤少し大きなクラッシュがありましたが、さあ45秒が経過いたしまして順位が落ち着いてきたか。さあトップ屋敷少し、おっとさあ2番手がクラッシュがあった。これで入れ替わり型模様。お石川2番手、さあ石川2番手、その後ろすぐ後ろに国防がいる。3番手、4番手徳岡、5番手ヤギ。さあ2番手入れ替わり。さあこれで国宝が2番手に浮上。トップ屋敷、ゴールドのマシン、2番手国宝、3番手石川、4番手徳岡、5番手ヤギ。さあ残り時間は1分40秒です。レース残り時間は1分40秒。さあ屋敷が逃げる展開、2番手国母との距離はこの周回で5秒ほどの距離か。さあここで1位2位が 5.6 秒差。さあ3番手石川、さあ健闘しております。石川選手3番手走行、4番手ブルーのマシンが走行か。5番手にグレー、サンドイエローが八木選手。さあトップ屋敷が逃げる展開、現在ストレートから1コーナー、ゴールドのマクラーレン。レースは残り間もなく1分となります。残り1分、残り1分。さあ2番手国語、距離はさらに広がった。7秒差。さあクラッシュだった。おっとさあこれで、さあ石川来た。さあ国語2番手、さあ石川、さあ徳岡も連れてきた。さあこれで2、3、4だ。さあ国語、石川、徳岡ストレートで並ぶ。残り40秒。さあトップは屋敷。さあまあまあもう全然余裕ありますから、もうゆっくり走ってください。残り30秒。さあ2番手は国防、石川徳岡。さあ石川徳岡、さあテルツの3位争いだ。さあ残り時間は20秒。さあ2位蛍光色のマシンが久保選手。
3位はエンジに蛍光イエローの差し色の入ったマシンが石川、その後ろブルーがここか。5番手にサンドイエロー八木。さあ残り間もなく3分経過。おっと、さあクラッシュ3番手に狩り。さあタイムアップ、スイカラゴールとなる。ここゴール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 、レッドコーチドライバー置かないでくださいね、またですよ。はい、停車ゴールです、お疲れ様でした。ナイスレースでしたね。トップゴールは屋敷選手、2位国保選手、3位徳岡選手でした。あ、お疲れ様でした。決勝 A グループ3分間ラウンド、熱いレースが繰り広げられました。続きまして B グループご準備ください。はい、 B グループ出走ドライバーは蓮選手、細田選手、上田選手、玉木選手、小西選手、予選順で総10台を選びください。はい、はい、どんどん行ってください。はい、どんどん行ってくださいね。蓮、細田、上田、玉木の順ね。決勝レースは各組ごとに完結いたしまして、3分間レースと5分間レースを1回ずつ行います。間のバッテリーチェンジはなしです。で決勝レースも3分間ラウンド、5分間ラウンドのポイントを割り振りまして合計したものが決勝総合結果となります。で、お楽しみの5分間ラウンドはジョーカーレンチューカーなどのハンデ設定がなされます。5番エンカリー2番エンカリー3番エンカリー4番エンカリー。いいですか。はい、ではグリッドにお付きください。3番グリッド蓮選手、4番グリッド細田選手、5番グリッド上田選手、6番グリッド玉木選手、7番グリッド小西選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。あ、初ポールポジションやって、レンが嬉しそうやった。とにかくなんかポールポジション気持ちいいもんね。さあトップバレン2番手争いは細田上田2番様、赤いマシン同士、そして4番手争いが D27 レビン VS FC3S RX7、まあ、ここちょっとありそうなバトルですね。ギリね、27レビンと RX7。 おっと、さあ2番手にかり。さあこれでトップレン2番手上田、さあ上田親子のトップ対決か。3番手には細田、4番手小西、5番手玉木。さあトップ走行はマクラーレンと UC のレン選手。さあ2番手は D のレーシング VS R35GT、 そして4番手 E27 レビン、5番手 FC3 玉木。さあ残り2分。さあ各社非常にいいペース、ポジションまあまあ距離近いですが、一番近いところが2番手争いで赤いマシン同士のバトル、上田 VS 細田、ここが 0.6 秒差。とはいえ各社 2.5 秒から 1.5 秒の間、さあワンミスツーミスで入れ替わる距離。トップレンがじりじりとニードの距離を広げるか。いや変わらずですね、 2.4 秒差。トップレン2番手上田 2.4 秒差、2番手上田3番手細田が 0.6 秒差、3番手細田、4番手小西が 1.6 秒差、4番手小西、5番手玉木が同じく 1.6 秒。さあ各社ほぼ同一ペースということ。残り1分20秒。さあ3分間周回レース後半戦に入っていく。さあ集中が切れたものから脱落していく。さあトップ初ポールポジションゲットした蓮選手、現在中、おっとっと、さあちょっとミスだった。さあとはいえまだまだリカバリーの反応速度も非常に速い。さあ初ポールポジションゲットした小学生ドライバー蓮選手、トップ走行。さあ残り1分、残り1分。さあ親父の上だ、後方距離詰めてきて、1位2位の距離がこれで 1.8 秒差。
さあ先ほど 2.5 秒ありましたから、おっとさあ連ミスが出た。さあ頑張れ、残り40秒。さあ最後の踏ん張り、連上田 0.8 秒。さあ上田細田 0.8 秒、同じく。さあ1、2、3が1秒切った等間隔だ。さあ4番手争い、小西玉吉、ここもまだまだ熱いバトル残り30秒。さあ残り30秒のボール、連守り切れるか。さあ2番手上田、3番手細田が近い。さあ残りは15秒。さあトップ連2番手上田 1.1 秒差。さあ残り10秒。さあ次の週でファイナルラップだ。さあファイナルラップ突入のトップグループ。さあ小西はどうだ、もう一瞬届くか。タイムアップ小西ボール。さあレース続行中、レース続行中。さあ帰ってきて、さあ最後の攻防。はい、お疲れ様でした。熱い熱い。トップゴールデン選手、2位上田選手、3位細田選手。さあお疲れ様でした。熱いレースでした。決勝 B グループの3分間など。はい、では続きまして A グループ5分間ラウンドご準備ください。さあお楽しみの5分間ラウンドですよ。はい、出走ドライバーは B グループ5分間ラウンド、屋敷選手、徳岡選手、国母選手、石川選手、八木選手。はい、予選順で操縦台を選びください。はい、どん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 選んでいってくださいね。変えていただいてもさっきと一緒でもどちらでも結構です。はい、操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。1番エンカリ、2番エンカリ、3番エンカリ、4番エンカリ、5番エンカリ。ちなみに、A グループ先ほどの着順は屋敷、国保、徳岡、石川、八木か。なるほど。はい、いいですか。はい、グリッドを打ってください。3番グリッドからです。3番グリッド屋敷選手、4番グリッド徳岡選手、5番グリッド国保選手、6番グリッド石川選手、7番グリッド八木選手。ということは、まあ、屋敷さんがまあ1回ずつか、とりあえずここ基準でいきましょうか。あ、ベストラップもちょい屋敷さん早かったね。ね、じゃあ基準は、じゃあ国母さん基準でいきましょうか。国母さんがショートカットロングライン1回ずつね、1回ずつほいで、徳岡さんはベストラップはね、国母さんよりコンマ1、2早いんですよ。だペースは一緒な、まあ、徳岡さんも一緒にしましょうか。まあ徳岡国母がショートカットロングライン1回ずつね、1回ずつここ基準でいきますね。で屋敷さんがほなら、まあ、1着ゴールなんで多少荒れても面白いですから、屋敷さんはショートカット今日のロングランって、あ、まあまあタイムありますね。な、屋敷さんはショートカット1回のロングラン2回にしましょうか。ちょっと厳しめ。まあでもね、さっき1着着順なんで、作戦は立てやすいですね。で、今日は石川さんがね絶好調ですね。ベストラップも国保さんとコンマさんしか買わないですよ。周回もね14ラップの3分8秒でしたんで。そやな、さっきゴール徳岡さんの後ろやったもんね。ほな石川さんはショートカット2回のロングラン1回にしましょうか。はいはい。で八木さんが八木さんはちょっと石川さんの 0.7 秒かベストラップはね。なので八木さんは、ロングランなしで、ロングランなしで
大盤振る舞いのショートカット3回しましょうか。いや4回しましょうか。4回しましょうか。4回しますね。はい、 OK、おさらいいたします。まずは基準回数のショートカットロングラン1回ずつが徳岡国母お二方が1回ずつね。で、屋敷選手はショートカット1回のロングランが2回で、石川選手がショートカット2回ロングラン1回、八木選手がショートカット4回のロングランなしと。はい、以上の上関連走行となります。はい、お待たせいたしました。それでは参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。最後尾ね、行ってください。止まってると危ない、止まってると危ない。さあ、少しフライングがありましたが落ち着いて、おっと、サトップクラッシュしている。入れ替わった、入れ替わった、戻れない。なぜ最大のチャンスが、お、投稿がトップ、投稿がトップ、いいですよ。さあ、ブル大波乱、これは面白い展開。トップ投稿が2番手石川、3番手国母、4番手八木、5番手屋敷。さあ、面白い展開になってきた。レースはまだまだ序盤の30秒が経過したところ。はい、徳岡ロングラン終了。いいですね、冷静ですね。さあ、徳岡これで、褒めて損した。さあ、これで順位はトップ石川。さあ、石川トップ。2番手国母、3番手屋敷、4番手徳岡、5番手八木。さあ、トップは石川選手。さあ、今のところはまだまだ各社上下連は様子見というところでしょうか。まあね、上下連はちょっと落ち着いてからの方がいいですよね。あ、国母がロングラン終了。さあ、これで順位が入れ替わる。さあ、石川、ショートカット、石川、八木がショートカット。さあ、残り時間は3分40秒。まだまだレースタイムたっぷり残っている。残り3分40秒。順位の方はトップは依然石川。さあ、八木が2回目のショートカット。トップ石川、2番手屋敷、3番手徳岡、4番手国母、5番、いや、これで4番手八木か。そうか、ショートカットで前に出た。おっと、徳岡クラッシュしている。さあ、面白い展開。さあ、残り時間3分20秒。まだまだレースタイム残っている。トップ石川、2番手屋敷、3番手国母、4番手徳岡、いや、4番手八木、5番手徳岡。さあ、石川ショートカット、それでもいけてますよ。これでショートカット終了。石川、残り時間は3分5秒。さあ、依然トップ石川、はい、ロングラン、屋敷ロングラン1回。さあ、残り時間は3分、残り時間3分。さあ、ショートカット、八木がショートカット3回目、石川ロングラン終了。さあ、これで残り時間2分50秒。まだまだレースタイム半分以上残っている。順位整理しますよ。この周回で入れ替わりがあったかどうだ。さあ、どうだどうだ。さあ、依然トップ石川、しかし屋敷がこう1秒で迫ってきている。3番手八木、4番手徳岡、5番手国母。さあ、八木がクラッシュ、これで徳岡が前に出た。残り時間は2分30秒。さあ、トップは石川、2番手屋敷。さあ、トップ争い現在中央セクション。3番手はブルーのマシン徳岡、4番手がサンドイエロー八木、そのすぐ後ろ蛍光イエロー国母。残り時間は2分15秒。さあ、折り返し点を過ぎております。後半戦に入っていく決勝 A グループ5分間ラウンド。さあ、ロングラン、屋敷がロングラン、これで終了。ショートカット残してますね。さあ、ここはさあ、ここもショートカット終了。さあ、残り2分、残り2分。さあ、これで、屋敷国母が同一周回1秒差。さあ、その間にトップは依然石川、2番手徳岡、3番手屋敷、4番手国母、5番手八木。さあ、とはいえ、さあ、ここで八木がショートカット、いいですね、全体的に決まってますよ。これでショートカット終了で、ヤギも上下連すべて終了。残り時間は1分35秒。さあ、トップ、これで変わった。徳岡トップ、ブルーのマシン徳岡トップ、ゴールド屋敷が2番手走行、蛍光イエロー3番手国母、4番手石川、5番手ヤギ。さあ、残り時間は1分20秒。残り1分20秒。さあ、トップ徳岡、このまま守り切りたいところ。さあ、これで3分、屋敷はショートカットね。さあ、残り時間1分10秒。レースは残り1分10秒。トップ徳岡、2番手屋敷、3番手国母、4番手石川、5番手八木。
さあ残り時間は1分切りました。残り55秒。さあ特攻かトップ守りきれるか。2番手屋敷後方2秒、3番手国保がその後ろ4秒、4番手石川、おお石川も同一周回 2.5秒、ヤギがワンラップ状態か。残り時間40秒。さあ特攻かショートだとちょいミスで、あー転倒。さあマーシャル残り時間35。さあ残り時間35秒。さあトップ依然特攻か、屋敷が迫っている。残り30秒。さあ1、2、あっと屋敷クラッシュ。さあ残り20秒。さあ特攻かこのまま守りきるか。トップ走行2番とあっとクラッシュ、屋敷前に出た、戻れない特攻か。さあ国母来た。さあ残り10秒。さあラストラップラストラップ。さあ注目は特攻か国母ファイナルラップ。さあその前には石川八木もいる。残りここでタイムアップだ。さあ屋敷はトップ守りきった。おっとどうだ、落ち着いて落ち着いて。さあゴールゴールゴール、もう一台まだです、まだですよ。はいお疲れ様でした、電車ゴールです。波乱はありませんでしたか。屋敷がトップゴール、2位徳岡、3位国母、上位3台でした。お疲れ様でした。終わってみればまあまあ A グループ総合結果まもなく出ますよ。これほど波乱はありませんでしたか。徳岡国母が同一ポイントで、5分間ラウンド優先ですね。はいお疲れ様でした。はいでは続きまして決勝 B グループお準備ください。出走ドライバーオレン選手、細田選手、上田選手、玉木選手、小西選手、予選順で総10台お選びください。はいどんどん選んでってください。もうちょっと今回ごっこがいいの。1番ベンカリ、2番ベンカリ、3番ベンカリ。4番ベンカリ、5番ベンカリ、2番ベンカリ。1番ベンカリ、3番ベンカリ。4番ベンカリ、2番ベンカリ。1番ベンカリ、3番ベンカリ。4番ベンカリ。はい、ウォーミングアップランよろしければスターティングリッドにおつください。3番グリッドからです。3番グリッド連選手、4番グリッド細田選手、細田選手、5番グリッド上田選手、6番グリッド玉木選手、7番グリッド小西選手。では先ほどのB グループ3分ガランド着順は連上田、細田、小西、玉吉で、まあ上位3台も1回ずつやな。ここはもうガチンコで行ってもらいましょう。1秒しか差がないですから。連、細田、上田はショートカット1回ずつね。ショートカットロングラン1回ずつです。それで、玉吉、小西、ここはベストラップでいうとコンマ3ほど、2から3遅いですか。ゴールタイムはほぼほぼ15ラップのフラット。はい、いやいや、そう言われましてもそう言われましてもうちょっと腕を磨いていただくぐらいしかまあ そうですね、ショートカット、まあまあ払わなくてもいいですもんね。お、じゃあ、3、1にしましょうか。玉吉、小西はショートカット3です。で、ロングラン1ね。ロングラン1ね。はい。突然口数増えんなじゃあレース終わってからやで、それははい、復習いたしますよ。レン、細田、上田、
お三方はショートカットロングライン1回ずつガチンコで言ってもらいます。で、玉吉小西は2人とも変な車使ってるんで、ショートカットを3回ロングライン1回、これ大盤振る舞いですよ。まあ、ポイント制ですんでね、さっきのポイントがあるのでかなり有利になりますね。レン頑張ってポールトゥーウィン目指して。なんか俺ら金融役みたいな。あの、言うとくとあれやね、あの、例えば玉吉さんがトップゴールでレンが2位でも総合はレンが優勝やからな。だからそういうシステムやから。焦らんでええからな、トップじゃなくても。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース、決勝 B グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあ頑張ってまいりましょう。まもなくスタートです。さあスタートしました。緊張のオープニングラップ。さあロングラン、上田が早めの仕掛け、ロングラン終了。さあ順位はトップレン、2番手玉吉、3番手小西、4番手細田、5番手上田。さあショートカット、うまい。さあ玉吉がショートカット1回消化、あと2回。さあ順位はこれでトップは玉吉、さあ RX7 トップ走行、2番手レン、3番手細田、4番手小西、5番手上田。さあまだまだ序盤ですね。おおお、さあショートカット、小西がショートカット1回。さあトップ入り方、残り4分です。序盤の1分が経過いたしました。うまい、うまいですね。玉吉ショートカット2回目トップに立った。さあ再びトップに立った玉吉。さあレーサー残り3分45秒です。残り3分45秒。さあ徹底マークですね。小学生を徹底マークのトップ走行玉吉選手。2番手レン、3番手小西、4番手細田、5番手上田。まだまだ中盤戦、レースは残り3分30秒です。トップは白い FCRX7、 現在最終コーナーからストレート。さあ2番手レンが迫ってきている。さあこれで細田はそれはさあ細田がロングラン終了、ロングラン終了。残り時間3分15。さあ玉吉ロングラン終了。さあレースは残り3分10秒です。残り3分10秒。トップこれでレン、2番手玉、2番手入れ替わって小西、2番手小西、3番手玉吉、4番手上田。さあレンがロングラン終了。さあレースはどうだ。残り3分、これでトップは小西ストレート。さあ T27 レビンが、あーっとさあトップ走行。さあロングラン、はい、小西がロングラン終了。残り時間は2分40秒。順位整理しますよ。トップ玉吉、2番手レン、3番手上田、4番手小西、5番手細田。ああまだまだレース展開分からない。残り2分30秒。さあトップ玉吉、2番手レン、おお、ライン入った。さあトップ入れ替わり、トップレン、2番手玉吉、3番手上田が来た。さあ上田親子に挟まれる形になった。2番手玉吉トップクラッシュ。さあ1、2、3、3つの前トップグループ、レン、玉吉、上田の順、4番手に細田、5番手小西。残り時間は2分です。残り時間2分。さあ5分間周回レース、3分が経過いたしました。残り2分です。残り2分。さあ各社ショートカット、虎の子をこれ大事に持ってますが、さあ小西選手があと1回ね。さあ2回消化のあと1回。さあトップレン、2番手上田、3番手玉吉、1、2、3がトップグループ、現在後半セクション。さあ細田もじりじりと前との距離詰めてきている。レースは残りが1分35秒です。残り1分35秒。さあトップ争いはレン VS 上田の上田親子対決。レーサー残り1分30秒です。その後ろ玉吉が食らいつく。3番手走行、4番手細田、5番手小西。さあ細田がショートカット決まらない、残念。さあこれで細田と小西はショートカット、ジョーカーレン終了。さあ虎の子のショートカット、さあ残り1分10秒。あと持っているのはレン上田か、レン上田。さあ上位2台がショートカットを持っていると。あるある、お前玉吉もあと1回ある。残り1分、残り1分。
さあラスト1分、トップレン2番手上田1秒差、上田2番手3、おっとさあレンがこれでショートカット、おっとさあショートカット、レンと玉吉が使って1位にテルツノズ。さあ最後は残り35秒、上田がダー狙いは良かった、あれを決めたら前に出れた。さあ最後残り30秒、さあ1、2、3、3つの前トップグループ、さあレンバーサス上田親子対決残り20秒、さあレンのフォールトゥーイン完全勝利なるか、さあ上田が阻止するか、残り10秒ファイナルラップ、あっと上田ミス。さあファイナルラップあとは2、3位だ上田玉吉、残りここでタイムアップ、タイムアップ小西ゴール、さあレンガゴールゴールゴール、はい、選手はこれです、お疲れ様でした。トップゴールレン選手、2位上田選手、3位玉吉選手でした。お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、集計結果出ますよ、 B グループ、はい、レンがこれで総合結果ホールトゥーウィン&パーフェクトウィンですね、上田、細田、玉吉、小西の順でした。お疲れ様でした。いや熱いレースでしたね。はい、以上にてマンデークレイジーナイトレース本日終了です。